で、いきまーす。大伊勢屋の熟成焼きそば。シャプリンドさぁ。そんなオーバーって言こんにちは、焼きそばけんちゃんです。今日のレシピはこちらの大根おろしを使っておろしでしゃぶ焼きそば作っていきます。おいしいの焼きそば、これ新しい袋ですね。しゃぶしゃぶ用の豚肉、大根おろし、大葉のみじん切り、以上です。しゃぶしゃぶ用の肉を入れていきます。全部使っちゃっていい？はい、お肉たっぷりでいきます。それお湯を火が通ったので、よいしょ。はい、こんな感じ。油身さっぱり召し上がりたい方はこれ、水でさっと冷やしてください。頑張ってくれました。はい、やれと指示出ました。はい、では続いて油をフライパンに入れて、大伊勢屋の熟成焼きそば焼いていきます。しっかりほぐしてから入れましょう。これぐらいほぐした方がほぐれやすいですね。パラパラ、お水を少々。はい、全体にお水をなじませたら、はい、中火で蓋をして焼き目をつけます。はい、中火で1分30秒経ちました。さあ、焼き目見ますね。いいですね。まあちょっと浅いですけど、おろしで食べるときあんまりね、焼き目つけすぎるよりもこれぐらいおすすめですね。はい、では反対側も、よいしょ失礼。はい、中火で焼き目つけていきます。はい、いかがでしょう。裏側1分経ちました。はい、ですね、反対側もこう程よくいい焼き目つきました。ではこちらに、ほぐし用のお水を、はい、このように全体になじむとこうほぐれますね。はい、この状態で、バットに出して冷ましていきます。冷ましはもちろん職人の奥さんです。苦笑い苦じゃない苦じゃない、いいね。叩きつけたら叩きつけたらすっごいさ、今さ、びっくりね、パラパラになる。うん、寒ましいのが面白い。いい音させてます。この時にうちの寒ましの動画をやったら面白い、ね、ああ、そうだ、ね、並べてね、ここに入れとかなかった。冷めたようです。はい、奥さん上手に麺を冷ましてくれましたので盛り付けていきます。これ何回もね、こうやって分けて盛り付けると食べるときにこう食べやすいのでおすすめです。肉、今日はたっぷり、大根おろし、どさーたっぷりね、刻んだ大葉刻んだ大葉みたい何みじん切りか刻んだか突っ込まれました奥さんにね。今なんて言ったっけ、刻んだオーバーって言ったはい、たっぷりはい、トッピングしたら、はい、これでおろし冷しゃぶ焼きそばの完成です。はい、食べる直前にポン酢を、はい、たっぷりかけてお召し上がりください。いただきます。もう安定のめちゃくちゃのうまさです。豚肉の脂のほのかな甘みと、このおいしいの焼きそばの麺の風味、ポン酢と大根おろし、もうめちゃくちゃ合うんですよね、さきちゃん。うん、うん、はい、どう美味しいです。はい
美味しいそうです。はい、おろし冷しゃぶ焼きそばとっても美味しいので試してみに。